잘 먹겠습니다. 本日の胸肩トレーニング終了でございます。また来ました、ユニクロでございます。そんな感じで 2XL 買いました。こちら受け取りですね。1枚だったので店舗受け取りにしました。早速本日戻ってこちらリメイクしたいなと思います。はい、スーパーに来てつけ麺のない、出汁がない、これを買いに来たんですけど、てな感じでつけ麺のスープだけ売り切れて買えなかったですっていうところで戻りましょう。そんな感じで 2XL 買ってきた感じですけど、サイズバッチリですね。でここからのこの丈を62から67にするのがいいんですけど、67でちょっと長いんですけど、62にしてる人が結構多いので、まあ62から5の間を取ってちょっと様子を見たいなと思いますけど、まあ、よかったら追加で、購入したいなと思いますけど、これはまあちょっと切り、そのまま切りっぱなしで一つ作ってみて、ちょっと時間があればまた同じサイズ買って竹爪もちょっとしてみようかなと思いますけども、そんな感じでやっぱり素材感とか最高ですね。これが990円で買えるのはもうやばいですよね。最高な T シャツでございます。それでは作ってみましょう。の前にご飯食べよう。うなぎ丼でございます。チャラマックスみた。ちなみにユニクロの 2XL はシュツーシーの L サイズと超絶似てますね。その丈がちょっと短い版。うん。シュトゥーシーは、これプラス、丈が長いんですよね。まあちょっとさらに短くしたいっていうので切るんですけど、ちょっと切っていきましょう。そんな感じでカッティングしました。4センチカッティングしたので、いい感じにできたかなと。ちょっと横縫いたいなと思います。はい、早速なんですけども、ユニクロでカットした T シャツを着てるんですけど、はい、そんな感じでちょっと見えないですよね。これじゃね、こんな感じでちょうど 2XL で4センチカットしたんですけども、4センチカットしたらめちゃくちゃいい感じだったので、これ全体像見えねえな。これすれば見えるか。こんな感じで、うん、まあこれ選択すれば後ろもくるくるって回るんですけど、もうちょっと若干上がるかなって感じなんですけど、で この横だけはちょっと塗ってほつれないようにしたんですけど、超絶いい感じで、シュツーシーのパンツともめちゃくちゃ合いそうなので、早速なんですけども、こちらもう追加しちゃおうかなと思いますね。何枚ぐらいいこうかな。3枚ぐらいで990円だからね、超安いですよね。うん、だってこれ入れて、まあ全部、まあ3枚追加しても4000円いかないんですよ。まあ約4000ぐらいですけど、超安いですよね。今年の夏、ちょっと夏っていうか、もう夏終わりだけどな、うん、まあこれすごく良くて、まあこれ、まあ竹切ってんですけど、これは次は詰めてみようかな、竹詰めしてみようかなってちょっと思ってるんですけど、うん、こういうのってカットしたらそのシーズンが終わったりとか、その何ですか、流行りが終わったら切れなくなるんですよね。まあ明らかにこういうカットしたやつって昔学生の頃してたんですけど、切れなくなるんですよね。
まあ、すげえすごい今よく考えればシトゥーシーとかやつめっちゃ切ってたなと思って、まあ、今だと超多分高いやつだと思うんですけど、まあ、そういうのも切っちゃうとね、まあ、その時はいいんですけどその後って切れなくなるんですよね。 2XL いいな、うん、まあ、そんな感じで今あのタンタケがめちゃくちゃ流行ってるからタンタケで試すならこのユニクロ U のやつが超絶おすすめだと思いますけど、なんかいろいろ先ほどちょっといろいろググってか YouTube で探してみたら結構タンタケでこれでカットしてる方結構多いみたいで、てかむしろこれ素材超絶いいですよね。もう何度も言いますけどあの T シャツはこれが一番いいね。でユニクロのスーピーマンコットンだっけな、言い方合ってるかな、それとこのコットンティーが超絶いいよね。であとは UV カットのやつか、あのエアリズムのやつとかそのやつ、てかもうユニクロが全部インナーだったらいいっていうか、やっぱ無地だなと思いましたね。まあ、シンプルイザベストっていう言葉の通りシンプルなものが大好きでこんな感じで、うん、しかもここら辺ちょっと開けたりとかしたらまたそれはそれでいい感じになるんじゃないかなっていうか、まあインナーは白しか着ないので僕は黒は買わないですけど、スポーツウェアとかだと黒は着るんですけど、でもこんな感じで着れるのでこれ何枚あってもいいですよね。何度も言いますけど990円は超絶安いでしょ。定価1500円だけどなんか990円みたいな感覚があ あるので、今ちょうど8月22日まで990円やっておりますので、はい、この機会にザザザッと買っちゃいましょう。はい、今回はこんな感じでございました。今日はなんかずっと喋りっぱなしだったとか作業したりとか撮影とか入ったりとか、はい、いろいろちょっと事務的なところでいろいろあっち行ったりこっち行ったり、その間にトレーニングしたりもうあちこち行ったりで、今日朝5時から起きております。今の時間は7時ちょっと前ですけども、もう14時間起きてますね。普通か。はい、この後はちょっとアシスタントとやり取りがあってとかするので、そのあと業務的な内容をちょっと済ませていきたいなと思います。はい、お腹減った。